民有林林道木守、り、平井線の概要を示す標識の画像林道木守、り、平井線の落石が多数残る、路面林道木守、り、平井線のコケムた、路面本山や平井林道、民有林林道木守、り平井線、または、玉の川林道は、和歌山県南部にある林道。国道371号の田辺市、東室郡小沢川町間の普通区間の迂回路として、使用される。 田辺式守りの国道371号の未京洋区間端から前の川に沿って東進し、峠を越えた後玉の谷に沿って南下し、東室郡小沢川町平開い再び国道371号に接続する。前線にわたりほぼ1.5車線である。1年を通して路面への落石や土砂災害が多い。ため、通行時は注意が必要である。また、 前の川沿いや玉の谷沿いの区間の日当たりのあまり良くない場所では路面に苔が生えていることがある。苔のある場所はウゴには大変滑りやすく、特に二輪車はスリップに注意が必要である。2007年10月に土砂災害発生による路面への落石により一時通行止めだったが2008年3月時点では通行可能である。ありがとうございます。